ち上がりとか意外と難しい。一言ください。そういえばバンカーショットってなんか前やりましたっけ。基本はやりましたね。じゃあ応用品いきますか。応用やっちゃう、はい、はい。あのね、スピンの入れ方。スピンの入れ方。スピン入れるにはやっぱこうヘッド走らさないといけないから、だいたいこの間バンカーのこれで砂の量を決めるって言いましたけど、次はそうじゃなくて、それをやった上でヘッドとか走らせ方する。だからみんなハンドファーストに入れようとするんですけど、スピン入れたい時はハンドレートで取ってください。これもテイクバックの時にこの胸の三角形をキープしたまま、あとはヘッドを走らせて、手首でやるってことですか。もうイメージの世界。イメージの世界。イメージ的には体の正面、体の向きとこのシャフトの向きが一緒のイメージ、うん、こういうイメージ、うん、だいたいもうみんなハンドファーストでパンって入りすぎるからこう振り遅れてこう来るとか、逆にまっすぐにやるっていうイメージにするにはハンドレートに入れてあげる。これがスピンにかけるコツ。いきましょう。三角形全然止まんねえ。ここでこの砂の量とかですね。砂の量を、はい、今の音とかいいっすよ。いいっすね。それ上から入れるとか、なんかどこから入れるとかってあります。なんかたまにやっぱり砂を取りすぎちゃったり、うんうん、手前を叩きすぎちゃうんですよ。ああ、なるほど、はい、手前を叩きすぎるのは絶対に体が起き上がってるんですよ、ね。はあ、はあ、体がみんなこう立ち上がって真ん中に置いて打つときにこうやってるイメージ、はあ、結構バンカーって上から下にバーンっていう動作の方がいいんですよね。砂を叩いてあげないといけない、うん。でもハンドファーストが強すぎて上から下にやったらこういう感じ。それです。それがたまにあるんですよね。だからこれをうまくバウンスを使うには、やっぱりバウンスを使うにはハンドレートに当ててこない。構えはまっすぐでいいんですか。そうです。あの構えは高木さんに遡っていただけると遡ってくださ来てください。この三角形キープして、あとは正面で当てると。正面で当てると。なんか下からとか、なんかそういう、どちらかというと、上からですね。上から入れても、バンスが跳ねる打ち方はしないといけない。はい、バンスが入る入れ方しないといけないから、少しハンドレート。まあこれ応用編ですかね。体は使うんですかね。体は、もちろん。うん。ラ、うん、イン出しとかこうバンカーでも入れに行きたいときは、こう三角形を意識して、この手の感覚、この手を生かすというよりも、この感覚。こうするとラインが出やすくなる。でもこれやったら同じヘッドスピードじゃないですか。見たらこう、爆発させないといけないから。これだって今爆発してないから。爆発させるのはヘッドが、バーンってこう、走らせないといけないから。しっかりと、三角形。今の、めっちゃスピード。よかったっすね。ボールに当たりやがる。みたいなね。はぁ。だから手前とかスピンつけたい時とかも三角形いくわ。ちょっと空中でその手の動きやってもらってもいいですか。
素振りみたいな感じでお願いします。イメージ、はい、ゆっくりお願いします。イメージゆっくり、はい、まあ、あのそれを実際打つだけじゃなくてスローモーションみたいな、はい、みたいな感じで。イメージ的にはこう三角キープして、はい、こういう感じからのこういう感じで入ってきます。早いっすね、普通に見るとそれをね、はい、それを、まあ、普通に打つと、はい、普通のスピードで打つと、はい、あ、やってるんですねそうプロっすね、やっぱりそう藤井さん、もう一回いきますよ、はい、スローモーションでいくと、はい、スローモーションでこう三角形キープして、はい、こういう動きからこういう動きみたいな。これ、まあ、あの超ハイスピードカメラでも撮れないですから、ね、撮れないですね、この動きだけは。ちょっとまあ5、6分今真面目に視聴者さん見てたんですけど急にふざけ出してびっくりしてます、こちらはすいませんけど、お願いします。ほんまでね、はい、こう三角形こう苦しんで、ここからこういう感じですか、ね、肩が上がらない、行ってみたらこのままで、こういう感じ、だいぶ上からもうヘッドが落ちてくる感じです。早いですね。イメージ的に正面に言うと、これゆっくり遊びで、はい、ゆっくりこう、わかります、ベルこういう感じ、あイメージが伝わりますかね。これを、まあ、遊びやから、ね、徐々にヘッドスピード上げていく。こうすることによってフェイス開いてるんですけど、若干インサイドアウトに動くんですよ。だからスピンがカットじゃなくてまっすぐになるんですよ。じゃあそのインに上げてとかアウトに上げてとか、うん、どちらかというと、はい、アウトに上げてアウトサイドインなんですけど、フェイスめっちゃ開いてアウトサイドインで入れてきて、こう開くけどこう捕まえながら動く。ああ、じゃあそんな意識してインに引っ張ったりとか。そう、インに引っ張ってしまうとダメです。あ、もうプロゴルファーの最新技術、バンカーショット、だいたいカット軌道、カットスライスね、スライスの回転になるんですけど、うん、これはもう超まっすぐのボールの回転になるから、そしてからまっすぐじゃないですか。でもカットには入ってないってことですね。だから例えばフェース開いてこれをカットに入れてしまうともう飛ばないし、もう右にしか入れない。落ちてからもかなり右に行ったりとかしますよね。そうでもこのフェースを開いて、おお、これスライスラインやけど、まっすぐ、はい、まっすぐでしょうね。転がってるじゃないですか。そういう、あの見た感じ抜かないですね、こう全然ね、乗っけてく感じですね。そうどちらかというとかなり乗ってましたよ今。乗っかっちゃってるフェース開いて、はい、左にこう、はいはいはい、なんかそのイメージがやっぱり強いです。こうみんなフェースこうイメージ、はい、フェースこう開いてこうみたいな、うん、これはでもあくまで応用なの、はい、できない方はやらないでください。例えばこれがね、めちゃめちゃ硬い砂だからできない。バンカーやっぱりかなり練習しますか。バンカーはね一番大事です、うん、バンカーはもう一番難しいけど一番簡単です、うん、何が難しいかというと唯一球を打たない、うん、あの一番練習します。球を打たなくていい練習。めちゃめちゃまっすぐの回転ですね。そうめっちゃ綺麗ですね。そうで例えばこれの応用で、まあ、ちょっとこれ盛り上がってるけど、これの応用で狙いに行きたい時とかは
今のはカット軌道じゃないですか。でも三角形崩さずフェース足オープンで体そのまま三角形崩さずいったら、レベルに入ってくるし球が出球低く出るから狙いやすい。フェース足オープンでか、あの状態は状態もオープン、あ全部オープン、はい、うん、でもこのスピンと高い時とかは行ってみたらこれ足どうなってますか、あの左の、はい、足まっすぐぐらいですか、ですよね、はい、でもフェースは開いて肩腰オープンで、あとは、うん、こういう感じですかね。ほう、これですね、ぜひね、柔らかいバンカーとかやったら遊び感覚でやってみてください。イン5点頑張ってください。頑張ってきます。チェス練習しよう。